本日は企画展とイベントについて4点ご案内いたします。まず1つ目が矢口隆夫ふるさと増田展についてご案内します。鶴吉三平生誕50周年記念連携企画として2019年秋に増田観光物産センター蔵の駅で開催した複製原画展を今回漫画原画アーカイブセンターにてアンコール開催いたします。会場は漫画原画アーカイブセンター内蔵2階。会期は4月29日土曜日から6月30日金曜日まで。休館日は毎週月曜日と火曜日です。開館時間は10時から17時。観覧料は無料です。続きまして、現在開催中のサンキューイブニング展 To the Next Stage 開催記念トークイベントについてご案内します。5月3日水曜祝日、雑誌イブニングにて K2 を連載した真船和夫先生とイブニング編集者の方をお迎えしてトークイベントサイン会を開催いたします。また5月5日金曜祝日には秋田県大森町出身でイブニングにて汚染を連載していた菊池翔太先生をお迎えしてトークイベントサイン会を開催いたします。会場は横手市増田漫画美術館1階特別展示室です。両日ともに13時から受付会場、14時からトークイベント、トークイベント終了後にサイン会を行います。こちらのイベントは事前申し込み制です。詳細はホームページをご覧ください。また5月3日の真船先生のトークイベントサイン会は定員に達したため募集を終了しております。トークイベント終了後10分程度時間がありますのでインタビューが可能です。スケジュールが詰まっておりますので取材希望の方は質問内容も合わせて5月2日火曜日12時までにご連絡ください。3点目、2023年ゴールデンウィークイベントについてのご案内です。横手市増田漫画美術館ではゴールデンウィークもイベント盛りだくさんで皆さんお待ちしております。クイズラリーで館内を巡り、すべての問題が解けた参加者にはゴールの1階インフォメーションにて景品をプレゼントいたします。こちらは参加無料です。漫画カフェでは秋田県出身の漫画家4人のコラボカフェラテ、コラボミルクティーをご注文の方へミニデザートをサービスいたします。土日祝日開催のワークショップでは特別企画展として参加者全員にスタンプ4枚、さらにワークショップキャラクターの特製ボールペンをプレゼントいたします。漫画原画アーカイブセンターがある漆倉資料館では5月7日日曜日、母の日フラワーアレンジメントワークショップを開催いたします。料金はお一人1000円。事前に漆倉への来館か美術館ホームページのお問い合わせフォームにてお申し込みください。ゴールデンウィークはぜひ漫画美術館へお越しください。最後に、秋田初上陸ナンシー遺跡の消しゴム版画展、消しゴムは消すものにあらず、ナンシー・イン・イレイサー・ワンダーランドについてご案内します。世界初の消しゴム版画家でありテレビウォッチャーとして多くの名コラムで世間を沸かせたナンシー・セッキ氏が逝去して21年、生涯にわたり彫り続けた消しゴム版画を中心にナンシー・セッキ氏の人生とその軌跡を後世に伝えるべく展覧会を開催します。会場は横手市増田漫画美術館1階特別展示室。会期は5月20日土曜日から7月2日日曜日まで。休館日は6月20日火曜日です。開館時間は10時から18時まで。最終入場は17時半です。入場料は大人1000円、高校生700円、中学生500円、小学生300円、未就学児は無料です。5月19日の金曜日、15時から1時間半程度、プレス向けの内覧会を開催いたします。当日は、ナンシー関さんの妹さんである米田さんが来館しておりますので、貴重なお話を聞くことができることと思います。取材希望の方は必ず前日5月18日木曜日12時までに事前にお知らせください。以上です。